見た人が言うのはフェチだねってやっぱりよく言われるんですね。やっぱりフェチズム、フェティッシュな作品なのかなと、はい、自らの夢を追い求めたフェティシズムなアート。ブレイクベイヤー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は人形作家大吉。中国でコンサルティング会社に勤めていた彼が40歳を前に芸術の道を選んだわけとは。環境的に異国の地にいたっていうのもあったのかな、一つ。あとはまだ結婚もしてなかったっていうのもあると思うんですけども、次に何かをやるということを考えた時に、一番やりたいことっていうのはやっぱりずっとものづくりだと思ってたんで、今やらないとさすがに厳しいんじゃないかっていうのを思って、今やらなきゃいつやるんだと、はい、一念発起し歩み始めた道。しかしそこには現代だからこその葛藤も。特にそういう少女的な、ね、ものっていうのは少しね、難しくなってる部分もあるじゃないですか。まあそういう中でどこまで自分の作りたいものを前面に押し出していっていいものかっていう葛藤というか、そこら辺はどうしても考える部分はあるんですけども、まあ、表現の自由っていうけども、自分の作った作品によって誰か別の人をちょっと傷つけてしまうようなことにもなりかねないわけじゃないですか。でもそればかりを気にしていても自分の追求する表現っていうものができなかったりもするので、コンプライアンス社会だからこその悩み。しかしそれでも表現したい世界が。やっぱり自分の中で追求してるっていうものは、単純にこう女性の美しさだったりとか可愛さだったりとか、そういうものを自分なりにこう追求してるので、女の子が、まあ、少女からね女性に成長していく過程のこう一瞬のねきらめきみたいなものもあるじゃないですか。そういった一瞬の場面を切り取れたらいいかなっていうのはあると思います。少女と女性の狭間を表現したい、そんな大吉のブレイク前夜。10年後っていう将来見た時に、10年長いようで短いんで、一つでも多く作品を作って、なるべく日本だけじゃなくて世界中の人に見てもらいたいなと思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は日本画家小林紀之のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。